66組のエンタメラボへようこそ。66組のケメラジとサクとペッチです。注文完了。何を注文したんでしょうか。毎春後半戦の鍵を握る男、寿司屋の大将を注文しました。もう出てこないかな。握るのは寿司だけってか。だけだね。うん。ということでマイセカンド青春第4話直後感想動画よっ。最後の衝撃、もうあれですよ、本当にびっくりしました。ちょっと言ってよ、もう心臓止まっちゃうから。しないかと思ったのにしちゃったよ。キスしちゃったよ。しかもまだ第4話よ。確かに結構序盤でしたなっていう感じはあるし、そうそう、珍しいね、この付き合ってからとかいい感じになってからとかじゃなくて、そうじゃない、急にね。そうそうそう。でもまあキスってそういうもんだよね。うるさいな。あれはちょっといい意味で恋愛ドラマの予定調和をぶっ壊したなって思ってて、割とよくあるのはさ、そのチューする寸前で警備員さんが来て「何やってんだ」でキスしないパターンでしょ。そうそう、何しちゃったわけですし、なぜタクが振られた日だから。出た、そうだ、それがちょっと結構やばいというか、地獄から天国だよ。まあそうだね、いわゆるそういうことなんではあるんだけども、そうそうそう、ほんと急展開だったねわけなんですけども、まあ今日もね、本編の感想、ツッコミ、そしてミッチについてね語っていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということでマイセカンド青春は毎週火曜日夜10時から TBS 系列で放送されてまして、僕たちはその翌日の水曜日に直後感想動画を上げています。毎春視聴者の皆様、そして何ファムの皆様、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ではね、本編の流れに沿ってやっていきたいと思うんですけども、キーナのねバースデーパーティーをねやることになったんだけども、キーナはね誕生日当日は、まあ、ちょっと出かける予定があるから、まあ、誕生日の前日にパーティーはやることになりましたね。ここでねタクはキーナにね初めて男の影を感じて、まあ、ちょっと不安な表情をしてましたけども、でその夜ねタクはねなんか自身の棚から模型の椅子を出して、なんか1年前の回想に入るんだけども、もうここのキーナがちょっとエロすぎたっていうからエロかったですよね。もうここ語弊ないですよね。包まない。エロかったです。もうここ正直にエロかったです。ちゃんとごめんなさい。本当に。なんかツヤがあるというかね。何なんでしょうね。でコンペね落ちた模型を捨てたねタクに対してキーナが悔しかったって言ってごらんって言ったら悔しかった。でタクもちゃんと言うっていうね。でその後ですよ、もう一回っていう、このもうここまで来るともはやじゃないって俺は思ったんですけど、いや全然ちゃんといい感じじゃないですか。なんかリアルタイムであなた二人はすごいウッキッキ言ってましたけどね。もうなんかそういうもうゾーンというかプレイね、マップがちょっと言葉やなったんだけど、一応ゾーンにしたんだけど、ピンクすぎるだろ。ちょっともうなんかもうそういうね。見えたよ、一式に見えてしまったんですけど、俺も冷静保ってるけど本当はそっち側だけど、それはそうだよね。3人だと気持ち悪いからね。そうそう、でもおそらくここでタクはキーナのこと好きになったってことでいいんだよね。そうだね、多分あそこだよね。ここっていうかあの一連のことで惹かれたっていうことだろうね。タクチョレーじゃねえかよ。ちょろくあれはしょうがないです。あれはしょうがないです。でですね、バースデーパーティーが決まった日の翌日ですね、タクは小夜子を誘って赤レンガ倉庫へキーナへのプレゼントを買いに行くことにしましたと。そこでねキーナこういうの好きかなってタクが手に持ってたのが、まあ、クマの可愛いぬいぐるみだったっていうことで、まあ、ミッチーの方が可愛かったのは言うまではないんですけどもまあここでちょっと問いたいのは、別にあのプレゼント良くないかっていうふうに思うんですけど、あま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 あ、ていうかむしろその後選んだネックレスの方が付き合ってもないのにちょっと重くないかって思って、友達の距離感ならあれぐらいで、その後告るにしてもね、いやーそう思うけどね。って思ったけどな、そんなダメですか。結構小夜子にボロクソ言われてたけど、まああげる相手じゃないですか。多分その小夜子だったらマリちゃん系はいいよ、あのぬいぐるみとかでも喜んでくれそうだけども、キーナ先生はぬいぐるみじゃ喜ばなそうだなっていうのを瞬時に。あ、なるほどね。察知したんじゃないですか。確かに相手がキーナって考えるとちょっと違うのか。全然違う。それで多分そのタクの株も下げてしまいそうだなと思ったんじゃないですか。なるほど。それはなんか幼稚いなみたいな。あ、確かに幼稚感は多少出ちゃうってのはあるかもね。ちょっとここに関してね、本当に女子のリアルな意見聞きたいので、俺マジでいいなと思っちゃったから。ぬいぐるみはよくねえだろ。よくないのかな。ネックレスはやりすぎだけど、もうちょっと手前のなんか食器系とかね。ああ、なるほどね。とかちょっと両極端すぎたなってのはあるかな。はい。でそんな買い物中に小夜子がね気に入ったけども高くて買えなかったキーホルダーを、まあ、実はタクが買ってあげてたっていう、まああれねちょっとモテポイント出てましたけども、しかもあれなんかねあげる時がめちゃくちゃ良くて、なんかこれ見よがし感がないというか、あ、そういえばこれみたいな感じで、なんか狙ってないナチュラルな感じ、絶対出ちゃうじゃん。俺これいつのタイミングでサプライズ感出してあげようかなって多分ボンジュはなっちゃうと思うんですよ。確かになるでしょ。俺も昔やった時はその帽子欲しいって言ってて、その帽子を隠れて買って後ろから近づいてパッてかぶせてあげる。もうやるじゃん。だからそこでもう一演出加えちゃうじゃん。もうそのやるじゃんよってだけであれなのに、そう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 、こっちのタクもやるぞ、こっちのタクは後ろから帽子とやりすぎちゃうところを、やっぱあの前春のタクは違うんだなってのもねありましたけども、はい。で続いてはね、実際にキーナのバースデーパーティーが開かれたわけなんですけども、まあそこでね、まあキーナへ告白するタイミングを探っているタクとサヤコはなんか2人でアイコンタクトみたいなしてたんだよね。なんかそうで、その様子をキーナはまあ目で追っていて、まあね、自分に対してそわそわしてるんだなとはキーナも察しつつも、まあちょっとなんかやってんなって、まあ、気になりはするよね。なんかめっちゃいい感じじゃんみたいなっていうか、思っちゃうから、あと嫌じゃない、シンプルに。いや、ちょっと嫌がってる顔だった。てかなんか冷めた目で見てた感じはあるよね。まあイチャイチャに見えちゃうし、イチャイチャに見えるから地上イチャイチャに見えちゃうし、なんか大学生でそれやるみたいなのも俺ちょっとあると思うんだよね。ちょっと子供っぽいっていうかさ。いや、そうタクの子供さが出ちゃう。出ちゃうよね。そうそう。だし結構キーナってさ、大人の男性と交流がありそうじゃん。だからこそやっぱそれにね比べちゃうとなんかちょっと男らしさ感じないのかなって思うし、何やってんの全くみたいな、まあ子供っぽく見えちゃう、子供の恋愛じゃねえんだしみたいにちょっと思っちゃったのかなと思うんだよね。そう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 。でその後ですね、戦闘から出てきたキーナをタクはね呼び止めて一緒に帰ろうと二人きりになりまして、そこでキーナがね待っててくれたんだって言うんだよね。でタクが夜道の一人歩きはダメでしょって返すんだけども、俺ここも間違ってるというか、ここもやっちゃったポイントだと思ってて、だからそこもねちょっとキーナ冴えない表情してたんだよ、その返答に対して。俺ここ思ったのが、多分ここの正解ってこれだと思ってて、2人で話したかったからじゃないと思って言っちゃうのね。そうだし、なんかこのさ夜道の一人歩きはダメでしょって、そのなんだろうな、ちょっと逃げてるよね。そのなんか本当のことじゃないし、そう女の子全般に言えることじゃん。そうそうって思って、ちょっとこの照れ隠しは必要なかったから、そうもうねこの後に悩んで必要、まだそれやるかって多分キーナは思ったと思うんだよね。はいはい、なるほど。この感じね、もう遅いよ、そこはもうクリアしといてよ。そうそうそうって思って、ここでちょっと一個またポイントが下がりましたと。でそしてね、その後、まあ12時のアラームが鳴って、まあ、キーナの誕生日になりましたと、はい、でそこでねタクが言ったのは、まあ、誕生日おめでとうの一言で、まあ、これもキーナ無視ですよ。いや、何も答えずあれも切れてたもんね。切れてたそこもね、多分もうそうじゃないんだよと、もっと言うことあるだろうっていうか、そうまあやっぱ大前提として誕生日の前にやっぱ告白が聞きたかったぞっていう、まあ呆れの顔なのかな、あれは。終始男らしさを感じなかったよね、ここに関しては。いやなんかね、もういつまでそのズルズルしてるんだというか、まあしょうがないけどね。まあ本当に好きな相手にはああなっちゃう、まあなっちゃう、まあ言ってたしね、自分も言ってたけども、しょうがないと思うんだけど、それまで僕ら見てますから、キーナとそのタクの距離感、そしてキーナからのやきもちという言葉もいただいてるのにもかかわらず、このなんで負け戦をするかのような弱腰は、私のタク男らしかなかったなと思いますよ。いやどうなんだろう。そうだからタク的にはそんな価値格だって思ってなかったのかな。思ってたけどいけなかったのかな。どっちなんだろうね。やきもちと僕の役割があったわけだから。そうなんだよね。ちょっとやっぱ鈍感なのかな、タクは。ちょっと慎重行き過ぎた。いや行き過ぎたってのはあるよね。もう時すでに遅しっていう感じではあって、結局プレゼントはその日の夜はまあ渡せずってことでしたね。はい。で続いてですよ、翌日の朝、誕生日当日の朝ですね、まあ、タクはね車で送っていくよっていうふうにまあ洗面所で言うんだけども、もうここの終わった感エグかったね。うまかった。あの伊原六花さんのね演技が、女性のあのもう扉を閉じたんで開きませんって感じ。いやあるでしょ、確かにあの感じ。あれ多分結構経験した男子多いんじゃないかな、あの感じ。もう何言っても聞いてくれないんだなって。開けようとしたら逆にダメだ。ああなったらもう諦めるしかないですから、あれは。もう一旦時間を置くだね。はい。ただまあキーナも無理だ。いやまああれは無理だなって悟る感じの雰囲気出たよね。はい。まあその後ね、まあ駅まで送っていって、まあキーナ待ってっていう風に呼び止めて、キーナ俺っていう風にまあ告白仕掛けるんだけども、もう遅い。これから彼氏と会うの、今日は帰らない。タクがもたもたしてるからだよっていうね。もう。その通りなんだ。キーナもちゃんと言ってくれるっていうのはまあありがたいですね。まあ諦めつくというかね。そうだね。なんでダメだったのかもまあわかるし、でもなんか告白すらさせてもらえないっていうのは結構きしいけどな、うん、でも次の日デートって知ってて、そのデートの前の朝に告白っていうのはちょっとそうだな。タイミング悪いな。タイミング悪いし、そうさすがに過ぎてプレゼントも正直あのタイミングだと邪魔だし、そうそうそう無理だよ。何もかもがちょっとタイミングがそうちょっとね合ってなかったから間違っちゃったなってなって、だからもうこの回収をするキーナも全然悪くないというか、まあもう本当そりゃそうだよなっていう感じだよね。これはもうさすがに時間をかけすぎたなっていうところですね。はい、でですね、まあそんなこともあって、この後ですよね、事件は起きまして、タクがキーナに振られた日の夜、タクとセヤカはまあ恋が終わった者同士なんかプールでお互いを慰め合ってましたね、うん、でその後ね、セヤカの元に日向さんから LINE が来て、まあ、見せて嫌だみたいなね押し問答をやっていると、まあ、スマホがプールに落ちてしまって、セヤカは取りに潜るんだけども、なぜかその後タクも飛び込むっていうね、うん、でそこは行くでしょうやっぱり。いやでも違うね、もうスマホ救出してるからそうスマホ救出してるので遊びたいの飛び込んで、そうそうそうなのよ、遊びたい、そうスマホの心配はさておき、濡れちゃったから遊んで帰ろうよっていうね、案外あれタクのせいだぞっていうのは。いやそうなんだよ、タクのせいなのにあれごめんとかじゃなくて、俺も遊ぼうっていう全く悪びれた様子ない。そういうところだぞタクだから、キーナが言ってたのは子供っぽいというか、相手がさやこでよかったよね。いやでもそうだね、一緒に楽しんでくれてで遊ぶわけなんだけども、ちょっと遊んでる時が結構なんかミッチーだったなっていうバブい感じというかさ、確かに子供だったよね、うん、そのなんかタクのあの感じ演じてるからちょっとさ大人感が出てるけど、はい、そうもう本当に全部脱ぎ捨ててやっぱりねやっぱバブいミッチーがあらわになってるから、全然ちょっとカップルにはなりそうにない感じのね絵が出てましたけども、そうそうお肌とかも生まれたてぐらい綺麗な赤ちゃんなのよ、ちゃんと赤ちゃんなの。そうそうそうでそんなねことがあってで潜水して出てきた後に見つめ合ってキスをするっていうね、もう名シーンが生まれましたけども、これリアルタイム配信でちょっとめちゃくちゃ面白いチャットが流れてきて、鼻くそじゃないっていう。いやなあ信じたくなるよね。そうそう、まだそれを幻想だと思いたいっていうね。まあこの作品はしましたからね、そういうキス偽装、そうキスしたけど触れてましたね。もうあれはもうまごうことなきキスだったんで、鼻くそはもう通用しないっていうね。そうね。ところでしたけども、まあでもやっぱねめちゃくちゃ良かったよね普通に。いや綺麗だった、綺麗だった、綺麗、本当に綺麗。二人ともやっぱ水に滴って、そしてやっぱこの揺れる水面というか、そうだね。やっぱあの夜のプール、その水辺っていうのはやっぱ美しくなるね。美しくて、まあもちろん嫉妬しているね道枝さんもいるでしょうけども、まあまあ芸術ですよ正直。芸術としてちょっとねここは捉えて。まあ気持ち切り替えてほしいなっていう。まあね、ちょっと立ち直れない人もいるかもしれないけどね。予想だにしてなかった分よりショックというかね。そうだね、そこはビッグバンなんだよ。ミッチーがかっこいいからのキスまでいっちゃうのっていう。追いつかないよっていう。でもやっぱここでさキスするってやっぱ展開としてめちゃくちゃ面白い。面白い。そうもうそもそもドラマとしてすっごい面白いとこに入ってきてるんで、まあそうこっからまたさらに盛り上がってくると思うのでね。まあ。ぜひね、次週も僕らと一緒にね、前春楽しんでいきましょう。はい、ということで僕たちはね、来年の1月7日日曜日に、イベントやるので、ぜひともね、僕らのキラキラした姿を見に来ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、66Bでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。ということで、サク。はい。さやこはリンコと比較して悩んでましたけども、サクがミッチーと比べてこれは勝てるっていうところを教えてください。へそごまの多さだけはちょっと勝てるかな。買ったなくていいです。黒いよっていう。いや洗ってください。そこ洗ってください。